メカニカルもうちょっと緩くした方がいいかな。パビリオンさんなの本名出ちゃってるよ、やばいよまあ大丈夫か、うん、やばいじゃねえのまあまあ向こうの国は大丈夫なのかな誰かと思ったよ、ずっと考えちゃった。まあまた蓮華がいっぱい入ってそう、ほら釣れねえな鈴木。あそうか、島田さん DC マニアだもんね。これさ、あの島田さんアンタルス DC って言ってたけどさ、あれドラゴンしないんでしょ。やっぱしあれだよね、ドラゴンしないとさこうダメだよね、特にこう配信してる時にさ、やっぱ結構ドラゴンズの見せ場であるから、うん。まあベイト買うならあれかな、じゃあ軽かったかな、やっぱ俺は。俺のキツキツに締めてるドラッグが出るのが面白いんだよね。来た、また蓮華か、これ。あー蓮華癖、うおーでけえ、もう今日は竿終わられねえぞ。蓮華だこれ、うわっ、うわっ、あっ、うわっ、くりちゃん、くりくり、くりちゃん、くりくり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 くり、うわっ、うわっ。今回はでかいぜ、これ。タモあるな。うわぁ。大丈夫、頑張れ頑張れ頑張れ。やべえ、草に入られた。よし出な、草からこっちで取ろう。よし、魚見せるぞみんなに。電気電気電気、映った。映ってる魚。これみんなに魚見せなきゃ。おい、まあそんな大きくねえな。これが江戸川の蓮華。まあちっちゃいね、エラブタにかかってんな。ちょっとあげるか。おい、じっくり見てほら、魚映ってるでしょ今日は。これ今通知出すことできるから。よし、これ通じてたのか。よーし、おいおい高橋さん、ほら映したよ、ほら。ちょっとあげる、これあげるか、とりあえず。蓮華釣り解明した。もう俺ちょっとこれ不本意ではあるんだけどね、俺としては。今日は頭の方にかかっていくから取り込みも楽だよ。おあ、引っかかっちゃったよ。やべやべ、引っかかった。あ、まあ一回これで石投げちまうか、竿と。あー、でも竿折れそうだなこれ。あー、これバレるかもしれない、やばい。入った。あ、
バレた。バレました。逃げちゃった。